ちゃ。こんにちは、ゆたかさん、はい、戦力外通告、ね、はい、まあ、続々と各球団がいるな、はい、発表していますけれども、はい、これまたワーという名前が驚いたのが阪神です。高山選手と北条選手が戦力外ということで、うん、いや俺はね、はい、この2人は現役ドラフト候補かなっていうふうには思ってたんでね、うん、はい、で戦力外になるとはあまり思ってなかったんだけども、そうですよね、うん、でも危ないなとは思ってたよね、両方の選手とも今シーズン一軍には一度も出てなかったので、まあね、うん、まさかの、ね、戦力外ということなので、まあ、そうだね、はい、北条なんていうのは高校の時スーパースターだったからね。そうなんですね。いやいや本当にガンガン打ちまくりの、はい、ね、まあ、顔もそこそこ端正、ね、な顔立ちしてるし、ね、人気もね、はい、あったしね。法政学園の主砲で、はい、ドラフト2位で入団したんですけれども、はい、まあ、その時1位の藤浪選手と、うん、そして2位の北条選手ということで、もう阪神ではこの時のドラフトはもう大注目されていた、うん、はい、そうだな、自分を見失うというか、自分がどれで生きていくっていうスタンスが取れなかったのかなっていう感じがする。まあ、例えば、はい、その高校の時ガンガンホームラン打ってもプロは入ったら北条の体とか、はい、相当厳しいと思うんだよね、ホームラン。じゃあアベレージを残すかっていうと、うん、やっぱホームランの魅力っていうのに取り憑かれてた部分もあるし、小技がうまいかというと、高校の時なんかもうスーパースターだからそんなこと考えないよね、ガンガン打ちまくりだから、はい、いやそうしたらやっぱそういうことに身につけるとか、うん、そういうところの視点というものがちょっと合わなかったのかなっていう感じがするよね。だからそれをやっぱこう教えてやらなきゃいけないんだけども、まあ教えてたんだろうけどもね、高校の時のことが忘れられなかったのかなっていうタイプだと思う。やっぱね、失敗する人ってみんなスターで入ってきてるよ、うん、だけど高校の時のプライドだとかそういうのを全部捨て去ってやってる人たちが一流にまたなっていくな。だからそれだけの素質があったと思うんだよ。そうですよね。だけどそれは自分を見失ったというね、はい、ことなのかなという。これはまあ成績をこう見てるんだけどさ、やっぱこう盗塁をしてるわけじゃないし、はい、じゃあ守備がうまかったかっていうと、そうなんですよ、まあ、そうでもないし、じゃあアベレージを残せたかっていうとそうでもない、うん、だから特徴がないんだよ、はい、ね、いくつだ今。今、29歳ですね。29か。若い20代ですよ。いや、我々からするとな。そうですよ。20代とかって言うけど、我々からするとそうだよね。でも野球界で言うと、29歳っていうのは。もう中堅だな。まあそうですね。うん、だからまあ中堅。いや、ただね、まあレギュラーっていうのをね、はい、各球団他に考えてる人たちがいると思うから、はい、パーツとして考えた時にはまだ使い道は絶対あるはずだし、まあ諦める年でもないしね、うん、そうですよ、ね、だからまあ次を考えてほしいなっていうふうには思うし、確かにその北条選手は守備がっていうところもあるとは思うんですけれども、うん、ショートだけにこだわらず内野っていうところでまだまだ他のチームで生き残れる道っていうのは、まあバットだな。バットか。やっぱ守備はね、どこも下手だよ今。そんなに今下手下手、うんうん、だから下手っていうか打球も速くなったりとかさ、まあいろいろしてるから、特にうまいっていう感じさせる人たちっていうのはもう数人になってきてるよね、はい、うん、だけど守備というよりもこうバッティング、うんうん、をどういうふうにアピールしていくかができれば、はい、取るところはあるかなっていうふうには思うけどね。なんかセパどちらでもいいので、どっか北条選手のピースが当てはまる球団があるといいんですけどね、うん、まあな、そりゃなかなか難しいぞお前。確かに難しいよ。今シーズンそうなんですね、一度もその一軍には上がってきてないので、うん、ファームでっていうところなのでなかなか難しいと思うんですけれども、まあ、11年か29歳で、10年かちょうど。そうですね、高卒、そうですね、高卒からなので、まあまあでも諦めることは俺はないと思うな。ですかね、うん、なので多分おそらくいわゆる戦力外っていう風になったんだと、本人もそのまだ生きてる。だからね、俺の印象ではね、意外に勝負強いなっていうところがあったんだよ。ほえほえじゃないんだよでも確かにそうです、2019年のクライマックスシリーズのファーストステージ DeNA 戦の時に印象的な活躍ももちろんしてますよね、うん、確か。いやだから4年目で122試合出て2割7分3厘、はいね、これでチヤハヤされたな、もう将来のスターだ君はみたいな、タイガースの、うん、それで勘違いしたね。ちょっと待って、それは分かんない。いや、たくさんいるから。本当ですか。
勘違い系が。まあまあそう。いやいるいる。そう。いやそれいるよ。います。それはね、本人はまだ子供だもん。そうですね。それで周りが盛り上げていくと、だから周りの大人が悪かったんだ多分。そこで地に足つけてっていう風に。そうそうそう。ここでお前よしもう一踏ん張り頑張れば、いや阪神でショートでさ、10年もやるもう大スターだからね。そうですよね。うん、それはまあ4年目でこの成績を残して、試合をされてボーっとなっちゃった。多分推測ですけど。推測。いやなるって、はい、まだ成長しきってないもん精神的には。そうですね、22歳ですもん、うん。だからやっぱそこら辺の管理っていうのをさ、やっぱしっかりやっといてほしかったな。そこでしたね。抑えだからまあ北条の責任もあるけども、大阪で阪神球団で、うん、ショートで。もうレギュラーの活躍じゃない。はい、122なのででしょ、はい、だって105本も打ってさ、うん、2割7分3人打ってショートでだよ、はい、でもそうなってくると甘いスター扱いだよ。なりますね。なボーっとなるよ。俺はもうスターなんだみたいな。舞い上がっちゃった。給料もちょっと上がってとかになったら、うん、だからだん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 目減りしていってるもんな。そうですね、試合数もそうですもん。そう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 。だから本人の体質もあるけども、そこら辺は危険ゾーンだったんだろうな。そこでやっぱりもう一度みたいな、うん、必要だったのかもしれないですね。そうだね。でも素質的にはこの数字を叩き出せるっていうのはさ、はい、すごいことだと思うよ俺。そうですね、うん。なのでピースがハマる球団がどこか出てきてほしいなっていう、うん、いやいや使えるから、うんうんうん、勝負強さなどで、まあ、下手でもないんだよね。2016年に二塁手で33試合、はいはい、で三塁手で64試合、うん、遊撃手で41試合、まあ、三塁手と使われてたんだよね。でトータル的なエラーが12であるんだよ、はい、あ、でもでもそんなに悪くはないんだよ。なんか派手な、うん、ポロリとかが、ポロリ、ポトリか、ぼーっとしちゃう、はい、ぼーっとしてる、舞い上がっちゃってた、ね、そんなのかもしれないですよね。でも自分でどう思ってたのかな、今年危ないなとか、うん、そう思ってたのかはどうかわからないけども、目が覚めて、うん、まだまだ野球人生っていうのは続けてほしいと思うし ね、 そうですね。まだできると思うよ彼は。まだできる、体が元気だもん。29歳ですしね。そう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 、そうですよ、ね、だから大丈夫大丈夫。あともう一人、高山選手です。高山な、あのまま真中がこうやって交渉権をヤクルトが持ってりゃ、なんか人生が変わったかもわからないよね。そうですね、うん、高山選手はあの明治大学、そうだな、から阪神に行きまして、で1年目で新人王。いやだって目玉だったもん、野手の。これはもう天才的なバッターだぞみたいな。はい、うん、だけどだん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 ね、そうですよね、目減りして、で今シーズンプロ8年目で一度も一軍の出場機会がなかったということで、うん、まあ、深田監督に今年の春のキャンプも期待をかけられていたんですけれども、まあ、開幕1軍から漏れて2軍で92試合、ただ、まあ、小野寺選手とか井上選手が1軍にこう上がる中で一度も声がかかることなく今シーズン終えたと。まあそうだね、まあ1年目の成績が一番いいんだよね。うん、だん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 失速していったという。で岡田監督も気にはかけてね、はい、2軍の試合っていうのは行ってみる時もあったし、 iPad で必ず見てるんだよね、はい、でその時にやっぱ目が止まるようなことはなかったということだよ、うん、だからその嫌いだとか偏見とかそういうことじゃなくて、素直にこうやって追ってたと思うんだけど、ファンの試合とかをその中から使えそうだなって思う人をピックアップしてみたいなことはしてたんだけど、その目に止まらなかったっていうのは魅力的にはなかったのかなっていうふうに思うよね。そうですね、うん、ただ豊さんもおっしゃってたように、まあ、高山選手は現役ドラフトの方に回るのではないかなって思っていたけれどもっていう、まあ、そうだな、そのぐらい伊藤さんが思ってるってことは、まだまだ高山選手もちろんできる、素質はなくなることはないんだよ、うん、でも技術は失うことがあるんだよ。だからそうだな、技術を失っちゃったのかなっていうね、うん、六大学で一番打ったバッターでしょ、はい、そういう人たちって大体活躍してるけどね、抜かれて2位が高田茂さんって、はい、VQ を支えた人をね、外野手で、でとうとうは藤波さんっていう人がいて、藤波さんもそんなに活躍はできなかったんだよね、まあ、だけどやっぱバットコントロールっていううまかったし、で高山もやっぱねまだまだできると思うんだよね俺は。岡田監督も例えば一軍にその代打として置いとくっていうこともこのシーズンしなかったっていうのが、
まあ、若手も出てきてますし、もちろん代打に糸原選手とか、うん、まあ、三重選手もいますし、もう一度ね、高山なんかは阪神で教わったこといろんなことがあったと思うんだけども、ちょっと大学行ってフリーバッティングとかして、大学時代のバッティングをちょっと思い描きながらちょっと打ってみて、ゼロからスタートしたらもう結構残せるかもわかんない。一回じゃあゼロに戻すってことですね、大学時代の思い出してというか。そうそうそう、だからこう築き上げて、こうやっぱ登っていくっていうのはなんかプラスに考えられるじゃない、みんな、はい、うん、でもゼロにする、落ちていくっていうことは、これはなんかマイナスのイメージがあるじゃない、はい、でも人ってマイナスにした方がいい時があるんだよ、やっぱゼロからのスタートっていう。だから俺は高山はゼロからのスタートを望むな。だって大学時代あれだけ素晴らしいバッティングしてたのが、はい、ね、やっぱ甲子園っていうのも少し左バッターだったし、はい、ちょっとネックになった部分っていうのはあったと思うんだよね。そうですね、完全に近本とか中野みたいにアベレージヒッターっていう風に育てようとされた人間じゃないから、うん、はい、やっぱある程度長打も打ててみたいな、だからそこら辺で苦しんだ部分もあるし、もう一度大学行って、明治大学行って、室内練習場でもいいや、ちょっと貸してくれと、でちょっと打たせてくれと、でこう打ってみて、大学時代のそのバッティングをちょっともう一回振り返りながら思い出してほしいなっていうような気はするね。うん、まあ、高山選手は今年30歳ということで、はいはい、まだまだやれる。そうだな、だからあと 1,2 年である程度のものをこう出していかないと、まあ、これで引退するっていうことは多分ないとは思うんだけど、はい、でもまだ使えると思うよ俺はね。そうですよね、うん、だから頑張ってほしいと思うけど2人ともね。そうですね、特にあの高山選手は打席に立つとやっぱりひときわタイガースファンの方の声援ってものすごい。いや、それは新人を取ってドラフト1位でしょ、はい、それは期待感をまだまだ持ってくれてるよね。そうですよね、うん、だからタイガースファンもすごく寂しいとは。いや、だからその期待に応えるだけのものがあるからみんな期待してるわけよ、うん、はい、いや、そしたらやっぱもうゼロからでいいからもう一回スタートしてほしいなと思う。そうですね、はい、お二人ともね、まだ30歳、29歳、まだまだやれるっていうふうに豊さんもおっしゃってくださいますし、やれるやれる、違うユニフォームで来年戦っている姿っていうのを見たいですね、この2人中、まあ、そうだな、もう違うユニフォームしか着れないからね。だから、まあ、もちろんそうなんですよ、ね、横島のタイガースってないから、ね、そうですね、縦しかないですもんね。そうそうそう、いや、だから、まあでもできるよ。できますかね、うん、だからどこかの球団からお声がかかるのを待つか、もしくはトライアウトが11月の終わりに、まあ、もちろんそうだね、はい、あの、まあ、もしね、うん、待つんじゃなくて、はい、積極的に声掛けをしてみたりだとか、うん、一度見てくださいよみたいなことでもいいし、はい、うん、でそれでもダメだったらトライアウト、はい、受けてそこでね、しっかり成績を残して、はい、まあ、どっかの球団のユニフォームを着ることを願ってます。そうですね、はい、